はいみなさんこんにちはお疲れ様です。ひろしのジジニュースチャンネルです。えー、今日はですね、また GoTo e a t に関するあのニュースなんですけども、これですね、えー、悪い口コミを書くからなと。ね、GoTo e a t 不正利用者の脅迫に飲食店が悲鳴を上げているというねニュースが入ってきました。でこれですね、ツイッターを見てたらですね、あ,あのこの名手センターさんというんですか、もうこの当事者の方がですね、当事者の方のツイッターとかも発見しましたので、ちょっとここら辺も読んでですね、まあ、その後にろしさんの感想をね、ちょっと軽く述べさせていただければと思いますので、よろしくお願いします。ヒロシアのツイッターもやってますんで、もしよかったらフォローし くじゃあちょっとですねまずニュースの全部読んでいきますねはい、まあ、でもうホンにいろんなことを考えるやついるよねびっくりだよ、えー、10月1日から始まった GoTo イートキャンペーン、えー、購入金額に25%が上乗せされるプレミアム付きしょ、えー、食事券の販売とオンライン予約によるポイントの付与の日本柱を掲げるこの制度は、えー、主に校舎においてさまざまな問題を起こしてきたとね校舎っていうのはオンライン予約によるポイントの付与ですねうん で、居酒屋チェーン、鳥貴族にオンライン予約をした上で、298円のメニュー単品だけを頼み、1000円分のポイントをもらうことで、えー差,し引き分えー、差し引いた分が得になる、鳥貴の錬金術がその代表的なものはね。前もやりましたよね、広瀬のニュースでね。最近はの、なんだっけあの、焼肉屋に行って、なんか調味料、30円の調味料だけ頼んで、ポイントをもらうという、なんか猛さも現れてるみたいなんですけど、まあそこら辺もね、いろいろ対策が立てられてるみたいですけどね。えー、その後政府は、この制度を一部変更し、えー、昼食は500円、夕食は1000円の最低利用料を 設置、えー、この錬金術は崩壊することとなったが、えー、現在はまた新たな問題が起き注目を集めているというとねもう続々出てきますよ本当に何考えてんのかね、えー、予約客が店側に予約人数の水増しを要求、ね、完全犯罪ですよねこれってね、えー、15日東京お茶の水と浜松町に、えー、店舗を構える日本酒の日本酒えっ、ー、日本酒の日本酒のアンテナショップで日本酒の日本酒のアンテナショップなんか二重言ってますねこれ間違いかな角打ちスタイルの居酒屋でもあるあそりゃいいですね角打ちスタイルっていうのは なんか買った日本酒その場で飲めるんでしょなんかお店とかでどうなのかな確実スタイルのいずれからでもある名手センターのツイッター公式アカウントができた一連の投稿が注目を集めたということで多分これですね名手センターの方これ後で読んでいきますのではい で、えー、投稿によれば、グルメサイトの食べログを経由して、名手センターお茶の水店を予約した客が、店側に予約人数の水増しを提案。だめだろ、えー。店側がそれを断ってトラブルに発展したのだというとね、あ断るに決まってんじゃん、こんなのね。まあ、本人は多分ね、いう,うまいこと考えたとか思ったんだろうね、えー。本人団によると、昨日もおとといも警察来たと言っていた、えー。他のお店にもやってるのかも。 飲食店の方々、注意してください。などと注意を呼びかけた一連の投稿は、16日現在で2万5000件のリツイート、3万6000件のいいねを集めるなど話題になったということですね。ネット上では、そこまでしてポイント稼ぎをしたいのかね。これは取引の錬金術と違って純粋に詐欺だし、客ではなく犯罪者でしょう。などといった声が上がっているということです。いや、本当にその通りだと思いますよ。これ全然客じゃありませんので、完全に詐欺行為なんで、まあ、ちょっとでも許して加担したら、逆にこの店が訴えられちゃうかもしれませんので、 絶対皆さんやらないようにしてくださいね、えー。果たして実際にはどのような状況だったのか、えー、当事者である名手センターお茶の水店のオーナーに話を聞いた。ね、ちょっと、あのー、どんなことが起こったんですかね。 えっと、退店を願うと、ね、出ててくださいって言うとね、私を侮辱しているのか、ね、なぜ出ていかなければならないんだ、ね、えー、そんなこと言ってたらしいんですけど、<laughs> 侮辱してるのはお前だろって言いたけどね、えー、最初にこの方がいらっしゃったのは14日の昼で、初老の男性でした、いい年こいてまあ、もともと食べログ上は 2, 年、えー、2名の予約でしたが、実際に来たのはお一人。 ところが10人で予約したことにしてほしいと提案されたんですね <laughs> ダメじゃん、えー、食べログを介して予約された場合ランチだと1人当たり100円の紹介料を店側が負担するのですが10人分のポイントが付与される最低額の5000円分の飲食を自分がするから紹介料は十分払えるでしょうとおっしゃるうランチの時間帯は1予約当たり500円のポイントが利用者に付与されますので10人換算だと計5000ポイントが付与されることになりますなるほど、えー、つまりその方は、えー、実質無料で飲食をしようということだったんでしょう 丁重、えー、にお断りするとタコ物を頼み食べもせずに帰られましたへーえー、その方は1人分の最低額である500円のみお支払いになったわけですえかさりにはネットに悪い口コミを書くからと脅迫めいたこともおっしゃいましたね <laughs> バカじゃねえの本当 <laughs> どうしようもないなうん 当然もう来店はないだろうと思っていたのですが、なんと、同じ日に食べログを通して、また同じ方の予約が入りまして、てんてんてんと。ディナーの時間帯に同じように2名の予約。来店したのはその方1人だけだという形で、やはり同様の提案をされたんですよ。もうこれはお客さんじゃないぞと思って、そう思って退店をお願いしたんです。なるほどね。まあこれ店長のオーナーの判断は間違いありませんね。もうこんなお客さんはお客さんではないので、じゃあお帰りくださいっていうのが当たり前です。すると男は、私を侮辱しているのか なぜ出ていかなければならないんだなどと怒り始め山の奥オーナーは警察を呼ぶことにしたのだというねもう警察呼ぶしかないよねこんなのお客さんじゃないんだからねえー、完全モンスターですよね、えー、10分程度で警察が到着して取り囲んで説得に当たってくれたんですが、えー、それでも男は出ていかず 延々押し問答が続いたんですなん。なんか最近こういうの増えてない警察側が来てもなんか素直に、なんか俺が間違ってない俺は正しいんだーつって、俺は犯罪おかしないーつって、なんか、自分の主張を押し通す、なんか押し通そうとするやからが増えてきてるような気がするよね。なんか,飛行,機のなんか飛行機の中でマスク絶対しないまんとかさ、まあいろいろ入れると思うんだけど、まあこ、まあその件はまたちょっと違うかもしれないけど、なんかね、自分が正しいって主張する人がなんか随分増えたような気がするけどね。えー、男も暴力行為に及ぶわけではないので、警察側も強制的に連れ出すわけにもいかないようで、 結局1時間ほどしてやっと出て行ってくれたのですがでもこれってさ大迷惑だよね店にとってはこいつ1時間も警察投資問,問答してお客さんもさなんだこの店警察がいてなんか変な人がいていやだな帰ろうとか言ってなんかそういう失室利益っていうのなんかお店の営業妨害みたいな感じになっちゃうんじゃないのこういうのってね で、いやはや本当に変わった方で、こちらもほとほと困ってしまいましたね。名手センターオーナーということで。まぁ、あ、ってしまいましたねって、包む問題じゃないと思うけどな、広ロはな。えぇ、ー、あやく不正の片棒を担がされそうになったというわけだが、飲食店としては、GoTo イートキャンペーンについてはどのように考えているのだろうか。うん。えー、こうした制度を政府が始めてくれたこと自体はいいことだと思っています。もちろん、この GoTo イートは完璧な制度だとは思っていません。えー、でも、穴が見つかったら埋めて、えー、でもまた穴が見つかったら埋めてを繰り返して、えー、より良い制度を 目指せばいいだけです。えー、だから、えー、こういうことが起こることに関しては制度が悪いというよりもやはり利用される方のモラルの問題ではないかと思いますねと、えー、書いてありますねまあその通りだと思いますねよくこういうこと思いつくのかなって本当に思,思いますね本当に日本人なのかなとか思っちゃいますけどね広ロはね、えー、新型コロナウイルスの流行により名手センターの経営も劇的に悪化、えー、展開する2店舗のうち浜松町店は11月29日で閉店することを決心したばかりだというそうなんだ飲食店というのはそそももも平常時でも、えー 域的にギリギリリのところででやっているお店が多いですだからちょっとした売上低下は大打撃になってしまいがちなんですそれでも今は4月5月の頃に比べればお客さんの入りもだいぶ盛り返してきているこのまま以前のような状態に戻っていければ良いのですけどねと名刺センターオーナーはおっしゃってるということですね えー、これ以上、この GoToEat キャンペーンに関連したネガティブなニュースが聞こえてこないことを願うばかりであるということで、あ,あの、本当は飲食店を応援するはずの GoToEat なんだけども、こういう変なやからが出てるせいで、ますますその飲食店にダメージが負ってしまうっていうね、もうとんでもないことですから、GoToEat 自体はいいとは思うんですけども、まあ訳のわかんない人たちのせいで飲食店が迷惑をこもってしまうのは本当に嫌なことだと思いますね。ということで、この当事者の名酒センターさんですね、えー、日本酒44歳、えー、十四の蔵 ?150 種類以上飲み比べ。あ、なんかめちゃくちゃ行ってみたいんだけど、よし。 すげえなこれ。えー、食べログで予約した人数で来店せず、店側が払う、送金手数料分払うから、10人で予約したことにしてくれと、GoTo、えー、イートのポイントを整理を提案してきた方が行きました。ね、完全犯罪ですね。えー、打ち合わせいに加担したくなかったのでお断りしたところ、口コミを悪く書くからと、脅迫まがいのことを言われ、500円のタコ物のお代だけ支払いと、ね、続きますね。まあよくないけど、いいねしておきましょう。ね、あとリツイートもしておきますね。はい。えー、食べずに帰られました。 同日また食べログから予約。また違う人数で再来店されたため、営業妨害と判断し、今後うちの店にはご来店いただかないようお願いしたところ、なかなかご帰宅いただけないもので、警察を呼びました。えー、本人団によると、昨日も一昨日も警察来たと言っていた。他の店にもやってるのかもということですね。まあ、多分また警察かよ昨日も来たわ。とかなんかブツブツ言ってたんだろうね。どうしようもないとですね。うん。飲食店の方々注意してください。えー、ゴ GoTo ーイート。こちらとしては失われた期間を取り戻すため。 わらおもすがる思いで参加しました。えー、ですが、いろんな人が出てきますね。ただただ悲しいです。ということで、ほんとその通りですよね。えー、なんか、うち的にバズったので宣伝していいかな。あ、もうどうぞどうぞ。もう、ひろし宣伝しますよね。えー、と、名手センターっていうとこですね。なんか、北は北南は宮崎まで日本酒と見比べができるということで、面白そうですね。じゃあ、ひろしもちょっと行ってみようかな。すいません。なんか、別にこれ案件でもなんでもないんですけど、なんか、えー、一応なんか、 ね、あの、紹介しておきます。はい。あの、リンクも貼っておきますので、もしよかったら、えっ、ー、と、見てみてください。このリンクで、な、のツイートのリンクね。はい。え、ということなんだけど、正直な話、これって、このお客さん、超要注意人物だと、だと思います。なんかもう、ヤクザ的な変な人かもしれないんで、絶対これ言うこと聞いちゃいけないですよね。これどういうことかというと、もうい、いや、めんどくせえから、じゃあ、 いいですよじゃあ10人で来たことにしますわってなった瞬間にこいつを脅してくる気がするねあのー、もうめんどくさいからなんて言っちゃったらこいつは10人でよくしたことになってきたんだこいつは犯罪者だとか言ってそいつがなんか訴えるぞとかね警察に言うぞとか言って金銭を要求してくる可能性もありますので絶対こういうアホの言うこと聞いちゃいけませんよ本当に店側が払う送金手数料分はね払うから10人でよくしたことにしてくれもしこいつめんどくさいからねあのこいつの言うことをねこの名刺センターさんが聞いてたらこいつはまたそれでね店にねお金をね要求しますよ あのー、私は10人で予約したことにしてくれっつって、あんたいいっつったよね。これって犯罪だよいいのかなそんなことして。うん、私はね、こんなことは言いたくないんだけど、これ警察に行ったらとんでもないことになっちゃうね。うんだったらちょっと少し、ね、袖の下くれるかなみたいなこと言ってくるようなやからだったら。 もうとんでもないことですから、絶対ですね、あの、言うこと聞いちゃダメです。だから、この名刺センターのオーナーさんはね、正しいことしたと思いますよ。あの、断って、しかも警察呼んで、まあ、警察もね、もう1時間ぐらいね、もう囲んで、あの、警察って、もうほんと窓ハンドみたいに仲間呼んで、もうなんか、何人かで囲まれてですね、もう向こうがね、もう消耗するのを待つんですよ。もうそういうのが一番重要だと思います。ただ、そういうとね、店がめんどくさくなっちゃうんだよね。お店が、なんか、なんつう、なんだ、あそこ、警察がいるとかね、あのひそひそみたいな感じになっちゃって、お客さんが入らない。もしくは 気分よく飲みたいのにね、帰っちゃったりする可能性もあるんで、まあ、やっぱり大迷惑ですよね。こういう人はね、もう本当にね、あ,ーあのーもう、もう本当にもう消えてほしいなって思いますね。本当にね。この世から消えてほしい。あ別に死ねって言ってるわけじゃないですよ、ね。だからもうこういう人がいないようにね、もう本当にね、なんつうの、存在しないでほしいなって思いますよね。本当にね。もうゴートイート、せっかくこうやって、ね、こうやって今回の飲食店、コロナ、コロスケ騒ぎでね、大変になってる飲食店を応援する制度なのに、どんどんなんか、 なんつうんだろ規制ができちゃって、結局めっちゃ使いづらいものになっちゃうっていうのは本当残念ですので、ここら辺ではですね、本当皆さんモラルをね、しっかりしていただきたいなと、広ロは思いますね。はい、ということで今日はこの前にしておきます。ありがとうございました。でもしですねあの、あの、チャンネル登録とかね、していただけると、またあのこの GoTo イート関連のニュースやっていく励みになりますのでえ、もしよかったらよろしくお願いします。で、あの、今回の玄関するコメントとかあったらどんどん書いてください。あの結構皆さん、あの広シや皆さんのコメントとか見ながらですね、 ああなるほど。みんなこういうことを考えてんだなとはね、結構ね、ニュースレベルの参考とか、あの、いろんなことを参考にさせていただいてますので、え、いただいてますので、えー、もしよかったら、いろいろと書き込んでください。広島盛り上がるの大好きです。ということで、今日はこの間にしておきます。ありがとうございました。失礼いたします。